極めるのは相当無理がある。とりあえず褒めてみるってのはどう？褒められて嫌な人間はいないからな。あくまで腰低くな。あんた何やってんの、気持ち悪いな。さすが陣川さん、口の悪さは日本一ですね。私に喧嘩くんの？あくまで笑顔を絶やすな。ナイスです。今日は厚化粧のおかげで若く見えますよ。うるさいっつーの。ナイスです。何も考えてなさそうなその表情が素敵です。ナイスです。です。きっと相手も笑顔になってくれるはず。あー、すっきりした。最後はテーブルマナーか。ナイフを逆さに持ったり、スープを音立てて飲んだりしないようにな。たかがマナー、されどマナーだ。ねえ、本当にいいの？はあ、このくらいやらないと短期間で覚えないから。よし。ナイフとフォークは外側から使う。 はい。おー、何やってんだ。あ、ちょっと代わってくれる？ああ、お兄ちゃんが少しでもおかしかったら、うん、ここ押して。オッケーオッケー、任しといて。ナイスジャッジしてやるよ。食べた後はナプキンで口を拭いてから飲み物を飲む。ああ長い長い。あ、ごめん。何がおかしかったの？いやいや、顔。え？